10時45分の西宮ケーソンですね。さあまだいらっしゃいますかね。ああ少ないですね。さすがに少ないですね。サバはいるのかな。助かります。エビ巻きですよね。はい、エビ巻き。うん、エビ巻きでよいしょ。おー来ました、サバ。まあまあなんかサイズ、はい、サバが来ました。おるんでね、いますよね、うん、そう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 、大きいサバおるんでね、感じでございますね。ちょっとねだいぶ向こうですけど走ってみましょうか。自転車乗ってくるのが正解でしたね。はぁ、はぁ、いますわ。釣れてるかな。なんかご家族でね、スーパー狙いですね。で記念撮影しまして、ね、11時前かかってる。こんにちは、マックスなんですけども、はい、写真もらってもいいですか。ありがとうございます。11時前です。わかりましたね。ありがとうございます。結構釣れてますか。今日も見てます。ありがとうございます。飛ばし寂しい。やっぱこれつけた方が釣れますか。なんかでも今はなし。あー、うわすごい、こんな釣れてる。いっぱい釣れてます。すごい。ずっと釣れてるような感じですか。ちょこちょこ。こんにちは。フィッシングマックスですけども、お世話になってます。写真もらっても大丈夫ですか。ありがとうございます。ちょうど今11時ぐらいですね。サバが隣もね流れ出しましたね。ありがとうございます。多分 GI と言われる。あ、そうですか。いやもう全然、結構な数いますね。15、6ぐらいはいますね。よー釣れますね。この中にたまに大きいのが混ざるんですよね。たまに、たまに大きいのがちょっと太いのもいますね。サイズ的には同じような感じの太いのですね。